皆さん、こんにちは。栃木県那須町で飲食店経営者の夫婦が火をつけられて捨てられていた事件。実行犯の一人として死体損壊容疑で逮捕されたのが元俳優の若山煌人容疑者でした。若山煌人容疑者は NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で主人公の幼少期などを演じてブレイクした人気子役だったことが分かり、日本中に衝撃が走りました。この事件は栃木県那須町で先月16日、飲食店経営者の宝島隆太郎さんと妻幸子さんの遺体が見つかったもので、仲介役の平山良健容疑者と指示役の佐々木光容疑者が殺人容疑で逮捕されています。警視庁は新たに元俳優の若山煌人容疑者と韓国籍のカン・ガンギ容疑者を殺人の疑いで21日再逮捕する方針を固めました。捜査関係者によると、カン容疑者は4月初旬都内の居酒屋で仲介役の平山良健容疑者から死体を処理してほしい、殺害まで引き受けてほしいと依頼され、やると即答。若山容疑者は電話で依頼され、考えても良いですかと一瞬考える素振りを見せたものの、その後すぐにやりますと答えたという。平山容疑者は2人に夫婦の殺害を依頼した理由について、喧嘩っ早くて怖いもの知らずの雰囲気があったと供述していたことも分かりました。平山容疑者の指示を受けた2人は事件当日、夫婦の名前も知らないまま指示を受けており、品川区内の空き家で夫婦の首を絞めるなどして殺害。その後、平山容疑者名義の車で那須町まで移動し、遺体に火をつけたとみられている。警視庁は首謀者とみられる関根清波容疑者と不動産会社経営の前田亮容疑者も夫婦の殺害に関与したとみて追及する方針です。2人は仲介役の平山良健容疑者から指示を受けた際、宝島さんの年齢や髪型の特徴を伝えられ、名前や職業を知らないまま犯行に及んでいたほか、空き家から高圧洗浄機が押収されていて、2人が殺害後に血痕を洗い流した可能性があるといいます。菅容疑者は、やらなかったら何をされるかわからないと怖くなり受けたと供述する一方、和歌山容疑者は、空き家には入ってません、全部菅がやりました、外で待っていただけと説明しているといいます。菅容疑者は平山容疑者から夫婦の身体的特徴などを伝えられ、ターゲットの50代ぐらいの男女がいる、空き家の場所や遺体を栃木で燃やすように言われたと供述。事件後に和歌山容疑者分と合わせて平山容疑者から報酬500万円を受け取ったと話したといいます。菅容疑者は和歌山容疑者に250万円を渡したとしましたが、和歌山容疑者は150万円程度しかもらっていないと説明。2人は一時大阪府に逃走し、報酬をクラブでの遊興費や高級ブランドバッグなどの購入に充てたとみられます。捜査関係者によると、2人は現在は黙秘しているそうです。和歌山煌人さんの判決はどうなるのでしょうか。死刑かどうかを判断する際には、永山基準というものが参考にされることが多いです。永山基準とは、永山典男元死刑囚が被害者4人を殺害した事件の裁判で示された9つの要素のことで、1犯行の材質、2犯行の動機、3犯行の様態、4結果の重大性、5遺族の被害感情、6社会的影響、7犯人の年齢、8前科、9犯行後の情状、以上のポイントが基準となります。特に様態と結果の重大性が重視されており、簡単に言うと殺害方法や残虐性、殺めた人数などに重きを置かれます。今回の事件では2人も殺害されているため、死刑になる可能性は大いに考えられるでしょう。また殺害後に遺体を運んで燃やしていることから、死体遺棄罪にも問われ併合罪となる可能性も考えられます。併合罪の場合、有期の懲役でも重い方の罪の 1.5 倍の懲役となる例外ありので、かなり長い期間刑務所から出てくることはできなくなると思われます。しかし殺人の罪は重いため、死刑を免れたとしても無期懲役の判決が下る確率が高いです。2人殺害した事件の判例を見ていきましょう。藍住里町夫婦殺害事件、
2012年に福島県大沼郡会津美里町で発生した強盗殺人事件で夫婦2人が殺害されました。この事件では以下のような判決理由により死刑が下されています。動機は利欲的、身勝手で、2人の命が奪われた結果は重大、無残な死を強いられた被害者の苦痛や無念さは察するにあまりある。お金のためという身勝手な理由で殺人を犯した点、和歌山キラト容疑者とかなり近い事件です。ただし和歌山キラト容疑者の場合は複数での犯行に加え、依頼ということで依頼者から金銭を受け取っている可能性があることから、この事件とは若干判決が変わるかもしれませんね。横浜深谷連続殺人事件、2008に神奈川県横浜市で、2009年には埼玉県深谷市で発生した保険金目当ての殺人事件で、犯人の養母といとこの叔父の2人が殺害されました。いとこ同士の A と B が共犯して起こした事件で、主犯の A は以下のような判決理由で死刑が下されています。 B が意のままになることを利用して冷酷非道な犯行を発案、計画し実行させた。責任は B に比べ相当に重い。共謀者の B は以下のような理由で無期懲役の判決が下りました。強固な殺意に基づく冷酷非道なものとした一方で、主導的役割を担ったのは A であり、 B は報酬を得てはいるものの完全に従属的立場で、刑事責任は A と比較して相当程度低いとした。この事件では共謀者の B が指示されて犯行を行っていたという点が和歌山キラト容疑者と近いですよね。そして B には死刑判決ではなく無期懲役の判決が下されたことから、殺人を依頼されていた和歌山キラト容疑者も無期懲役になる可能性も考えられるでしょう。2024年4月16日に那須町で宝島龍太郎さんと妻幸子さんの焼かれた遺体が見つかった那須殺人事件。この事件の首謀者とみられる関根清波容疑者の内縁の妻は宝島さん夫婦の娘長女だそうです。この事件では先に逮捕されていた和歌山キラト容疑者ら4人が上の者から頼まれたと供述していたことから、その黒幕イコール発注元が誰なのかと注目を集めていました。今回逮捕された関根清波容疑者は首の後ろに大きな翼の形のタトゥーが入っています。また両腕や両足にもタトゥーがびっしりと入っていたということで、外見から怖そうヤバそうな人物として宝島さんの飲食店があった上野界隈や住まいのあった世田谷の轟の近所の人たちからも警戒されていたようです。今回の那須殺人事件に関わった人物の相関図をまとめてみました。発注元関根清波容疑者、一次下請け佐々木光容疑者、二次下請け平山龍健容疑者、三次下請け和歌山キラト容疑者、神談義容疑者。今回関根清波容疑者が逮捕されるまで最初に依頼した人物イコール黒幕は誰なのかに注目が集まっていました。下請け多すぎ、一体何次請けまで存在するんだろうなどの声が寄せられていましたが、関根容疑者の逮捕で三次下請けまでだったことが分かりました。宝島龍太郎さんと幸子さん夫婦の事件に関わり先に逮捕されていた4人はそれぞれ報酬をもらっていました。平山龍健容疑者の証言で分かっている報酬額は、一次下請けイコール指示役佐々木光容疑者100万円、二次下請け仲介役平山龍健容疑者900万円、三次下請け実行役和歌山キラト容疑者250万円、三次下請け実行役神談義容疑者250万円。しかし和歌山キラトさんと神談義さんの2人はそんなにもらっていないと言っており、佐々木光さんも1円ももらっていないと供述しているという内容も報道されており、那須殺人事件イコール宝島龍太郎さんと幸子さんの殺害のために総額でどれほどのお金が支払われたのか、誰がいくら受け取っていたのかは解明されていません。平山龍健容疑者の関係先から1000万円近い現金が押収されているので、平山容疑者が900万円1000万円の報酬を受け取っていたことは間違いないと思われます。また佐々木容疑者が1000万円ほど別に受け取っていたとの情報もありますが、
定かではありません。そんな若山輝人さんですが、 NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で主人公の幼少期などを演じてブレイクした人気子役でした。若山輝人さんは父親、母親、姉の4人家族だそうです。若山輝人容疑者の父親は自営業、パチンコ機器販売などの会社を経営していたそうです。仕事で全国を飛び回っていたようで、あまり家にはいなかったようだと実家近くに住んでいた人が証言しています。若山輝人容疑者の母親の仕事ですが、父親の会社パチンコ機器販売などの会社を手伝っていたという話と、ガス給湯器の会社に勤めていたという話が出ているようです。若山輝人容疑者の子役としての仕事が忙しくなってきた頃に、若山輝人さんと姉を連れて東京に引っ越ししています。東京に出てきた後は息子の仕事に付き添ったりしなくてはいけなかったと思いますので、上京後は仕事をしていなかったものと思われます。若山容疑者の姉は地元の岐阜県でアイドル活動をしていたそうです。ご当地アイドルだったのか地下アイドルだったのか、どのようなタレント活動だったのかは分かりませんでした。若山輝人容疑者が中学2年生の時に仕事の関係で東京に引っ越した時に、姉も一緒に上京しています。東京でタレント活動をすることを希望していたものと思われます。若山輝人容疑者が14歳の頃のインタビューにこのような記事がありました。エンタの神様などのお笑い番組を姉と一緒によく見ています。特にノンスタイルさんが好きです。14歳当時のインタビューなので、若山輝人容疑者と姉が東京に出てきてからのエピソードですね。地元の岐阜で若山輝人容疑者の近くに住んでいた人たちからも、若山輝人容疑者と姉は仲が良かったという証言がありました。若山輝人容疑者は子役として芸能界で仕事をしていました。また姉もアイドル活動をしていたので、仕事やエンタメ業界に関する共通の話題も多かったのかもしれません。若山輝人容疑者が中学2年生の頃に母親は仕事を辞めて、若山容疑者とその姉の3人で東京に引っ越しをしています。 NHK 大河ドラマ軍師官兵衛以来、仕事の依頼が殺到し岐阜県から通うのが大変になってきたことが引っ越しの理由と考えられます。父親は自営業で会社を経営していたこともあり、仕事の関係で地元の岐阜県に残ったそうです。姉はタレントをしていたので、若山容疑者と一緒に東京に引っ越しています。両親の離婚などではなく、若山容疑者の芸能活動のために引っ越したようです。若山輝人容疑者が母子家庭であるという噂もありますが、上京にあたり父親が地元の岐阜に残ったためだと思われます。東京では母親、姉、若山輝人さんの3人で生活していました。ですが、上京した中学3年生になった頃には、引く手あまたの子役から仕事のオファーが全くない、売れない俳優になってしまっていたのです。仕事がほとんどない期間、また事務所を辞めて芸能界を引退してしまった2020年以降、どのようにして東京で暮らしていたのかは謎です。高校を中退した後、 SNS の投稿をしていた若山輝人容疑者、黒髪の清楚系美少女の写真が頻繁に登場し、頬を寄せ合ったツーショットなどで恋人との交際を大いに楽しんでいる様子を投稿するようになった。若山輝人容疑者にはとても仲が良い彼女がいたようです。友人の証言としてこのようなものもありました。髪の毛が金色になったり銀色になったり、やがてインスタも更新するようになりましたが、まだ20歳前なのにタバコを吸ったり酒を飲んだりするストーリーが上がっていました。彼女とデートしているところも、また若山輝人容疑者が入り浸っていた渋谷のクラブの常連の女性のインタビューで、輝人はだいたい週末にはVIP席で騒いでいた、友達 4,5 人で来ていたと、クラブに入り浸っていたことがわかります。若山輝人さんが左手の親指の付け根に彫っている王冠 K ハートのタトゥー、これはトランプのハートのキングで、彼女や嫁とお揃いで入れるヘアタトゥーです。芸能界で俳優の仕事をしていて、手の甲にタトゥーを入れることはありえませんので、若山輝人容疑者の手の甲のタトゥーは早くて16歳、芸能界引退後に入れたのだと思います。若山輝人容疑者が凶悪な犯罪にいとも簡単に加担したことについて、
明星大学心理学部の藤井康史教授は、心理的に大事なのはそれを実行する人が、その組織や人間関係に対して唯一の居場所感を感じているかどうかが大事。ここにしか自分の居場所はなくて、ここから捨てられたら自分はどうしようもなくなってしまうという感覚があるからこそ、言うことを聞いてしまうとおっしゃっています。渋谷のクラブが若山キラト容疑者にとって唯一の居場所だったということなのでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。